丈夫？どうかした？任せて。いいだろ。ヒナ、無事だったか。あら、シリカはどうしたのよ。一緒じゃないの？きっと近くにいるはずよ。探しましょう。近くっても、見渡す限り樽だな。アスナ、何か言ったか？ううん、何も。そうか。助けてください。え、樽？今、樽から声が。おい、こいつはまさか。ございました。まったく、あんたってば。なんだって樽の中なんかにいるのよ。まあまあ、リズ、とにかく無事でよかったよ。シリカ、今日はずっとピナと二人だったのか？いえ、シノーさんとリーバさんと一緒だったのですが、はぐれてしまって、途中でモンスターに襲われてびっくりして樽に入ったら。なるほどね。そのまま出られなくなったってわけか。はい。そうか、シノンとリーファも草原にいたんだな。はい、きっと今もどこかで迷子に。この場合、迷子はどう見てもあんたの方じゃない？まあまあ、早くみんな見つけてあげないとな。これは。セブンちゃんが作った外部通信システムからのアラームだよ。相手は気候家か。やあやあ、キリト君、元気そうで何よりだよ。ご託はいいから、さっさと状況を教えてくれないか。そのためにかけてきたんだろ。なんだよ、釣れないね。まあこんな状況ならそれも仕方ないかな。少し待ってくれ。今グループチャットでアメリカから特別ゲストを呼んだんだ。じゃっじゃーん、プリビエット、みんなのアイドルセブンちゃんよ。セブンちゃん。アスナちゃん、どうしたの？元気ないみたいだけど。なるほどね。ユイちゃんがそんなことに。ごめんね、みんな。なんか私一人ではしゃいじゃって。ううん、気にしないで。セブンちゃんがアメリカに戻ってからこうして話すのは久しぶりだもんね。それよりも今の状況を教えて。運営のレクトはどう対処してるの？もちろんレクトとは話をしたわ。でも残念ながら解決の糸口になりそうな情報は何ももらえなかったの。まずこの状況は原因不明ということだ。正体不明のデータ介入が外部から行われている。ペルソナバベルというプレイヤーやNPC の名前も聞かなかったし、プライベートピクシーを捕らえるイベントクエストを実装したなんて話もない。関係性も不明だ。レクトは VRMMO の世間的な印象も懸念し、何か発生する前にログアウトを推奨した。
それだけなんだよ。そうか、分かった。待つんだキリト君、まさかこのままプレイを続けるつもりじゃないだろうね。当然続けるぞ。原因不明の現象でユイが捕まったままで放置しておくことなんてできない。心中察するところだけど、今はログアウトをすべきだよ。アミュスフィアでデスゲームのような状態が発生するはずがない。それは疑う必要もないことだが、状況がわからない以上は予測不能な出来事もあるかもしれない。キリト君、一旦落ち着いてからまたダイブすればいいだけの話じゃないのか。この状況で再ダイブできるのか。できるよ、レクトに確認も取った。できないよキリト君。七色博士、そこは話を合わせてくれる約束では。どうせすぐ嘘だってバレちゃうよ。それよりも早く動いてもらって、ユイちゃんを救ってもらった方が話が早いよ。セブン、さすが俺たちの仲間だ。レクトはね、この事態が解決するまで再ダイブをシステム的に封じたよ。一度ログアウトしたらもうダイブできないことになってる。やれやれ、僕は君たちの絆の深さに感動して涙が出そうだよ。わかった、好きにするがいいさ。責任は僕が持つよ。ただし君たちのプレイを続けさせることに担保はできない。上から強制的にログアウトさせろというお達しを受けたら、無理やりにでもアミュスフィアを取り外すからね。ああ構わない。アミュスフィアがナーブギアほど直接人体に悪影響を与えないとはいえ、こんな不安定な状況下では安心はできない。それだけは理解しておくんだよ。すまないが聞こうか。ちなみにリーファにシノン、クラインたちはまだダイブし続けてるのよね。うん、お姉ちゃんやフィリアもまだ ALO 内にいるよ。そうか、了解だ。みんな頑張ってね。うん、セブンちゃんありがとう。じゃあ何かあったらまた連絡を入れるよキリト君。すまん、聞こうか。いやいや、それじゃあまた。そういやこの子について何も説明しなかったな。状況を混乱させると判断してのことなのだろう。確かにこっちの状況を全部教えたら余計混乱させちゃいそうね。ログアウトも口うるさくなりそうだし。むしろロッタの仲間について何も聞けない会話の流れになってたよな。すまない。いや構わないさ、話を続けよう。ああそうだな、飛行家とセブンとの会話で時間が切迫していることは分かった。強制的にアミスフィアを外されるならまだしも、GM 権限で一気にゲームサーバーをシャットダウンでもされたら終わりだ。俺たちはその前にユイを救い出し、ロッタを元の VRMMO に戻さなければならない。私の方は後回しでいい。きっとはぐれたクローも同じように思ってくれるはずだ。おそらくは君たちの言う転移門と同様の施設、離脱ポータルを見つけられれば戻れるはずだ。分かったよ、ありがとう。よし、そうとなったらとっとと他の仲間も集めちまおうぜ。今回はあそこに出たか。前とは違う場所だな。よう、あんたたちも異界ゲートを調べに来たのか。緊急メンテ通知後にフィールドに出現するようになった謎のゲートさ。異界ってのは俺が勝手につけた名前だけどな。出現場所も謎、出現時間も謎。
しかもその先は見たこともない異空間だ。さらにそこにこうするように舞い降りし銀翼のアバター。ロマンだ。これはとてつもないロマンだね。ああそうそう、銀色のやつがゲートの近くをうろうろしててさ、あんたたちも興味があるなら行ってみるといいさ。何か面白いことがあったら教えてくれよ。銀翼のアバター、まさかロッタの仲間かもしれないな。行ってみよう。どうした？ゲートはここから東の農場だ。